皆さんおはようございます。妙高220ポンド、体重元100キロの松原妙高です。今日は北方町の清流平和公園に来ております。ここで何をするかと言いますと、このホバーのです、AI ドローンと言われております、この小型トイドローンですね。これを飛ばしてみたいと思います。飛行に先立ちましてですね、この公園を管轄します岐阜県本巣郡北方町の町長の許可をいただいています。周りの様子を見ながら飛行をしてみたいというふうに思っております。それではですね、ホバリングモードからテストしてみたいと思います。ここに本体のスイッチがあるわけなんですけれども、このこれを押そうとするとですね、どうしても反対側に指をやると思います。ところが反対側はですね、こんなふうになってまして、このカメラですよね、それからセンサーのようなものがあります。ちょっとね、気持ちね、私としては押しにくいという、そういうね、不満を持ってますけど、この位置じゃないと仕方がないんでしょうね。現在のもうズームアウトモード、フォローオービット、俯瞰撮影モード、カスタムモード、ストップモーション撮影、ホバリングモード。はい、それではですね、ホバリングモードで一回飛ばしてみたいと思います。では飛ばします。30秒、ホバリング。皆さんおはようございます。妙高220ポンド、体重元100キロの松原妙高です。方向変えるとね、私の顔を認識してか、こちらの方を向いてきます。ヘルメットをかぶった状況でもですね、私を認識します。次に、ズームアウトモード。ズームアウトモード。9メートル、ズームアウトモード。次にフォローモードで撮影します。標準距離、フォローモード。次はですね、オービットで飛ばしてみたいと思います。オービットというのは、ぐるっと旋回するってやつですね。少し、このカメラ上げてやってみましょうか。6メートル、オービット。
では俯瞰撮影に入ります。俯瞰撮影モード15メートル俯瞰撮影モード。頭に風を感じました。おお。よく寝転がってね、こう手を振ってるシーンがあるわけなんですけど、朝まだこう濡れてますんでね、ちょっと寝転がるっていうのはどうなのかな。はい、3段ぐらい、1,2,3 段登った。ズームアウトモード、さらにですね、何段か上で撮影してみたいと思います。一番上まで行きましょうか。よいしょ。地上の高さをね、読み取ってね、飛行してるかどうかテストしてみたいと思ったんですけれども、ある程度下がったら
それ以上は下がらないみたいですね。はい、では最後平坦なところへ行ってですね、下に落ちるかもしれませんけど、一回やってみたいと思いますね。平坦なところへ来ました。じゃあ一回飛ばしてみます。9メートル、ズームアウトモード。こうなればですね、ちょっと低い位置から飛ばしたいと思います。苦しい、もうこれが膝限界。多少低い位置から飛ばしてもですね、どうも膝の高さくらいから下にね、降りないような感じですね。はい、上がってきました。おお、ズームアウトモード、ちょっといつもの高さに下降するじゃなくて上昇するに切り替えました。水平距離、この9メートルっていうのがね一番遠いんですけど、6メートルぐらいにしておこうかな。はい、6メートル。6メートルズームアウトモードです。ホローモードもう一回遊んでみようかな。まあ、ここでスマホでね切り替えることしなくても、この上のねこの小さいボタンで切り替えると切り替えられるので、これで切り替えて今ホローモードにしました。今日は清流平和公園で北方町の公園許可を取ってですね、このホバー X1 のですね飛行テスト、まあそんな大げさなものではないんですけども、もう少し勉強したいっていうふうに思いまして、飛ばしてみました。
撮影を始めまして、およそ1時間です。今3本目のバッテリーに切り替えて、切り替えております。まあ、1時間こんなのんびりですね、撮影しておりましたら、3本バッテリーがあればですね、なんとかこういける、飛ばすことができるんじゃないかというふうに思います。今日このように1時間もですね、この X1 に付き合ったことはありませんで、まあ本当にバイク、車でどっか行った時に飛ばしていい場所かどうかの確認ですね、それだけをして、飛ばせる場所であれば気軽に飛ばせるんじゃないかなというふうに思います。とてもね安定してますし、操作をするとこの X1 のライトですね、正面のライトの色が変わって反応していることも分かりますし、安心して使うことができます。今赤から緑色に変わりました。戻りたいというような合図ではないかということが なんとなく分かります。感想ですけれども、やっぱりこのホバー X1 の特性って言いますか、それ何か言ったら、特にこうスマホでとかコントローラーで操作することなく飛ばすことができる、その飛ばすことができるの前に気軽にという言い方をつけた方がいいですね。気軽イコールそのルール、マナー、モラルというようなことですねを守らずに飛ばすこと、そういうことを気軽と言ってるわけじゃないんです。本当にね、ワンショットだけ撮るだけ、今のズームアウトモードで上上がってって戻ってくるというようなね、撮影でしたら、これ袋から出してスイッチをして、もう一回スイッチを押すぐらいのことで、もうそれ撮影終わります。車とかバイクを止めてっていうことになると、それでも10分ぐらいはかかるかと思うんですけど、気軽にね飛ばすことができるというふうに考えております。この 99g のドローン、気軽に飛ばすことができるというふうにお話してますけれども、やっぱりそういう中でも何回も申し上げますけれども、マナー、モラル、ルールというものは守ってやらないと、またこの 99g もですね、機体の登録が必要であるとか、一回一回飛ばすのに許可申請が必要であるとかっていう話になりますと、もうこれどうしようもない、楽しみがなくなってしまう、私にとってもね。楽しんでるこの 99g のドローン、楽しんでる皆さんもね、ぜひともルールなどを守って飛ばしていただきたいなというふうに思います。ではまた。方向を変えます。右回転してます。はい、方向を変えました。左回転します。バッテリーが少なくなる。加工。ちょっと加工にしました。で、今、先ほどですね、撮影モードにしました。で、前進。ゆっくり進みますね。はい。それでは、左旋回してずっと、で上、このまま上昇させてみます。あ、これジンバル下っていうこれか。ジンバルの、そういうことね。わかりました。で、加工しながらジンバルを。これずーっと加工。